皆さんこんにちは。今日は樹氷の絶景、山形県の蔵王ロープウェイに乗ってきたので、そちらのご紹介です。こちらは蔵王ロープウェイ山頂線の樹氷高原駅です。山頂線と申しましたのは、他にも山麓線があるということです。蔵王ロープウェイは山麓線と山頂線の2つ、こちらで成り立っています。やってきたのがゴンドラです。ラバーズサンクチュアリー、恋人の聖地と書いてあります。こちらのゴンドラ、半旗に乗って上を目指します。こちらが樹氷高原駅を出たところです。蔵王ロープウェイ山頂線はフニテルというもので、2本のロープ、こちらで複式単線という非常に珍しいですね、形のロープウェイになっています。こちらのフニテリを使っているのは日本国内だと3カ所、他に箱根ロープウェイ、谷川岳ロープウェイ、そしてこの蔵王ロープウェイ、以上3カ所ということになっています。ここだとロープが2本あるのが分かると思います。蔵王ロープウェイ山頂線ですが、先ほど乗り込んだ樹氷高原駅から終点の地蔵山頂駅を結んでいます。全長は1872メートル、高低差は329キロ、時速は約18キロ、所要時間約10分というところであります。こちらのロープウェイ、フニテルですので2つですね、上にロープウェイにつなぐところがありますけれども、18人乗りになっています。そして走っているゴンドラは16台ということです。蔵王ロープウェイ自体は昭和37年から動いていますが、このフニテルは2003年から稼働をしています。今左側に見えてきているのがちょっと違った形になっていますが、工事用の車両になります。蔵王ロープウェイですが、運営会社自体は東武グループ、東京のですね、浅草から日光、鬼怒川を結んでいる東武ですけれども、そちらのグループになります。この蔵王ロープウェイのふもとにあるですね、アストリアホテルとか東武系の施設がいくつかあります。蔵王ロープウェイ、こちらの運営会社は東武グループになります。東武グループ、もちろん東京の浅草からですね、日光、鬼怒川、赤城、こちらを結んでいる東武です。麓にはですね、アストリアホテルとか東武系の施設がいくつかあります。こちら蔵王ロープウェイ山頂線、樹氷高原駅から終点の地蔵山頂駅まで、ずっとこのように樹氷原、樹氷の上を走っていきます。この樹氷ですが、青森トドマツというですね、木に付着しているということになります。ちなみに樹氷ってどうやってできるのかという話ですけれども、当然冬場ですけれども、西風、シベリアからの風になります。シベリアから吹いてきた風が日本海の上、対馬海流、暖流の上を流れてきますので、水蒸気をですね、非常にこう含んだ形の風が日本列島に吹いてきます。そちらが日本海側の旭電報でまず上昇して多くの雪を降らせます。その風が今度は山形盆地を降りて、再びですね、蔵王の山に登ってくるというところで、ここで雪を降らせます。で、この雲の中にですね、こう0度以下でも凍らない過冷却水滴、こういうものがありまして、この過冷却水滴がこの青森トドマツに付着をして樹氷が始まるという形になります。ですので、青森トドマツにですね、雪がくっついているというよりも、こう雲粒というかですね、氷の粒がついてですね、それが固まって大きくなって、その上に雪がくっつくという形になっています。最盛期は2月でですね、2月すごくいいモンスターになっています。ただ2月はですね、時々雨降ったりしますので、雨が降るとですね、一気にこうなくなるというかですね、溶けるということになります。
見どころはですね、1月から2月だとは思うんですけれども、こうなかなかですね晴れる日もなくてですね、この日結構綺麗に晴れてますけれども、3日間蔵王にいたんですが、このように綺麗に晴れたのはですね1日だけという形になります。僕はこの日スノーボードをやりに来たので、正直ですね樹氷が見れても見えなくても滑れればいいやということなんですけれども、樹氷だけを当然見に来ている方もいらっしゃるので、樹氷だけ見に来た方にはですねこの日当たりだったかなというふうに思います。正直に言うとですね、冬場は曇っていたりとかですね雪が降っていたりの日が圧倒的に多いですので、樹氷観光に来られた方ですね、全然ロープウェイに乗っても見られないということが多いのかなというように思います。そういう意味ではこの日来られた方非常にラッキーだったかなというように思います。コロナ禍ですので樹氷観光のお客様ほとんど日本人ですけれども、だいたい1割ぐらいですかね、1割が樹氷観光のお客様で、残り9割がスキーとスノーボードのお客様という感じでした。コロナ禍の前はインバウンドの方がかなりいてですね、だいたいお客さんのうちのですね 2,3 割がこう樹氷観光の外国人という感じでした。外国の方の中ではですね雪を見たことがないという方もかなり多くいらっしゃいますので、雪景色それだけでも結構価値のあるものだと思いますけれども、蔵王の樹氷というのはこう圧倒的なですね景観ですので、かなりですねこの晴れたタイミングで樹氷を見ることができたらですね、外国人旅行者の方、インバウンドの方ですね、かなりラッキーだったのかなというように思います。目の前に終点の地蔵山頂駅が見えてきました。だいたいここまで8分とかですね9分近くかかっている形になっています。こちらですけれども、地蔵山頂駅、この上にですねレストランがあったりとか展望台があったりします。後ほど映像をご覧いただきますけれども、晴れたらですね結構見晴らしのいいところであります。ただ通常ですね雪が結構降ってますので、雪の日に見るとですねもう とにかく寒い、それから吹雪いているというですね、そんな形になっています。ロープウェイの半旗ですが、終点地蔵山頂駅の構内に入っていきます。なんかこう改めて動画で見るとですね、構内に入っていくのちょっと変な感じというかですね、まあ、改めて見ると、あ、こんな感じなんだというところです。それではゴンドラを降りていきましょう。こちら地蔵山頂駅の屋上にある展望台から見た樹氷原の光景です。上からロープウェイ見るとこんな感じです。目の前に山形盆地が広がっています。ちょうど右の方、スキーやスノーボーダーが見えています。目の前の山が朝日電報になるはずです。左側ずっとですね樹氷原が広がっています。動画とともに拾ったですね音声ちっちゃくしてますが、結構ですねこれビュー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 風が吹いています。この日何度かよくわかんないんですけども、かなり寒かったです。とにかくですね風が強くてですね、雪降ってませんが、やはり季節風がですねかなり強いなという感じです。今下りのゴンドラ行ってですね、上りのゴンドラがやってきました。寒くなってきましたので、この辺で終わりたいと思います。以上、蔵王ロープウェイ樹氷観光の動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。